これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー 4-1 アイランズフォースダウン3、ボールオン自陣16ヤード、パントフォーメーション、パンター10番キリックスリターン、16番失礼80番でした。ナイスリターン、相手陣35ヤードを超えたところでアウトオブバウンズです。ここで攻守交代。プレーナンバー 4-2 キリックス、相手陣34ヤードからファーストダウン点。ランニングバック35番、ハンドオフから右オフタックルを駆け上がり約7ヤードのゲイン。プレーナンバー 4-3 キリックス、相手陣27ヤードからセカンドダウン3。パス成功、ファーストダウン。ワイドレシーバー16番ショートフックパスをキャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 4-4 キリックス、相手陣12ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック3番エンドゾーンへのパス、ターゲット16番、しかし16番追いつかずパス不成功、セカンドダウンと変わります。プレーナンバー 4-5 キリックス、相手陣12ヤードからセカンドダウン点。ランニングバック35番ドロープレーで中央突破、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー 4-6 キリックス、相手陣5ヤードからサーダウン3。キリックスファーストダウン。ランニングバック35番ハンドオフから左オフタックルを駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー 4-7 キリックス、ファーストダウン2ゴール、残り1ヤード。フルバックのダイブプレー、しかしこれはアイランズディフェンスアジャストしノーゲイン、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー 4-8 キリックス、セカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。クォーターバックスリーク、タッチダウン。クォーターバック3番自ら中央に飛び込みエンドゾーンにタッチダウン成立です。キリックス6点獲得。プレーナンバー4の9、キリックストライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカーは16番。キック成功、1点追加。キリックストレータブルファイターズ17点、ハイランズ0点。プレーナンバー4の10、キリックスキックオフ。キッカー16番。これはアイランズフェアキャッチ。アイランズ自陣25ヤードからの攻撃を選択します。プレーナンバー4の11、アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、遅延行為を働きました。オフェンスは制限時間内にプレーを始めなければいけません。5ヤード抜体し、ファーストダウンやり直しです。プレーナンバー4の12、アイランズファーストダウン15、ボールオン自陣20ヤード。ランニバック26番、ダイブフェイクオプションのピッチを受け右オープン展開、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー4の13、アイランズ自陣22ヤードからセカンドダウン13。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、プレーアクションからワンポンプフェイクしてのロングパス、ターゲット18番これをキャッチし大きく前進、ファーストダウン。プレーナンバー4の14、アイランズ相手陣49ヤードからファーストダウン点。ランニバック26番、トスを受け左オープンへのデイライトラン、約6ヤードゲイン。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の15アイランズ、相手陣43ヤードからセカンドダウン4。ナイスラン、ファーストダウン。ナニワック26番ハンドオフから中央突破を図り、そのまま独走ファーストダウン。プレーナンバー4の16アイランズ、相手陣27ヤードからファーストダウン点。再び中央のランプレー、キャリア26番、ゲインは約5ヤード。プレーナンバー4の17アイランズ、セカンドダウン5、ボールオン相手陣22ヤード。成功ファーストダウン。クォーターバック10番ミドルゾーンへのパス、ターゲット27番、これを密集点でキャッチしファーストダウン獲得です。プレーナンバー4の18アイランズ、ファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。ランニングバック26番ハンドオフを受け右オープン展開、しかしゲインはほとんどなし、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4の19アイランズ、セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。ランニングバック26番ハンドオフから右オフタックルを突き約3ヤードのゲイン。ここでホイッスル。負傷者によるタイムアウトです。プレーナンバー4の20、アイランズサードダウン2ゴール、残り2ヤード。タッチダウン。ランニングバック26番、トスを受け右オープンに展開しつつ縦へ切り上がり、そのままエンドゾーンに走り込みタッチダウン。アイランズ6点獲得。プレーナンバー4の21、アイランズトライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー42番、キック成功、1点追加。クラブアイランズ7点、キリックストレダーブルーファイターズ17点。プレーナンバー4の22、アイランズキックオフ。先ほど得点を挙げたアイランズのキックオフで試合再開です。キッカー42番、キリックスはオンサイドを警戒しております。オンサイドキックは自ら短いキックを取り所有権を確保しようとするギャンブルキックです。オンサイドキック、しかしこれはキリックス1番が確保。オンサイド失敗、キリックスの攻撃となります。プレーナンバー4の23、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣49ヤード。中央エンドランプレー、キャリア35番、約3ヤードのゲイン。ランプレーですと時計は回り続けます。プレーナンバー4の24、キリックス相手陣46ヤードからセカンドダウン7。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック3番、ワイドレシーバー16番にパスを通し、16番キャッチアンドランでファーストダウン。プレーナンバー4の25、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣24ヤード。ランニバック35番ドロープレーによる中央突破、ここでホイッスル。ここでアイランズ後半1回目のタイムアウトを取りました。アイランズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の26、キリックス相手陣21ヤードからセカンドダウン7、試合時間は残り23秒。パス不成功、クォーターバック3番ワイドレシーバー16倍のパスでしたがパス失敗です。試合時間残り18秒で時計は止まります。プレーナンバー4の27、キリックスサーダウン7、ボールオン相手陣21ヤード、試合時間残り18秒。QB サーク、パスを投じようとしましたがこれをアイランズが QB サーク、大きくロス、ここでホイッスル。クラブアイランズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の28、キリックスフォースダウン14、フィールドゴールチョイス、キックレングス45ヤード、キッカー16番、試合時間残り7秒。キック失敗、残り2秒で攻守交代です。プレーナンバー4の29、アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣28ヤード、試合時間残り2秒。中央へのランプレー、キャリア26番ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、キリックストヨタブルーファイターズ17点、クラブアイランズ7点、キリックストヨタブルーファイターズの勝利となりました。